まっちゃんこんにちは。こんにちは。挨拶、はい、決まってるね。いやもう考えてきたんだもんね。これもう僕の一押しですね。そうなんだ、はい、じゃあまっちゃんさ、はい、ライ悪い時のアプローチ、はい、さっき僕岩尾がライのいい時のアプローチをやったんですよ、はい、そうですね。だそれは僕の動画見てもらって、そうですね、見てほしいですね、うん、見てほしいよね、はい、でこれ同じ状況なんですよ。そのさっきやったらライのいい時の、そう、ちょっと後ろの、そう、30ヤードピンまで30、これ5ヤードぐらいかな、はい、それでライ悪い時、ライ悪いですね、うん、これまっちゃんの打ち方さ、はい、教えてよ。任してください。僕のいい、コンコン教えちゃいますか。コンコン教えちゃう。なクラブは何？僕はね、うん、僕は58です。58。はい、ちょっと見えないですけど。見えないね。ライ悪いのに58なんだ。そうですね。ライが悪いからこそ58なんですよ。うん、ちょっとこのさ、ライが悪いとこ置いてほしいよね、はい。そのちょっとディボットみたいになってる。そうそう。いやめっちゃいいからさ。そうそう、ね、そうだね、はい。もうライが悪い。手前砂でさ。はい。もう。この時の打ち方、はい、なんで58巻説明欲しいですか。欲しいな、ちょっと聞こうかな。お、うん、聞いてくれます。聞こうかな。ないんでしょどうせ。いや、あるんですよ。あるの、僕なりの、うん、僕理論。はいはいはい。そのライが悪いと、うん、どうしても上から、うん、打とう、うん、当てようみたいな、うん、強くなるんですよ気持ちが、うん、そうなんだ。僕レベルだと、あ、まっちゃんはね、僕レベルだと、うん、でその時に、はい、50逆に2とか、うん、ピッチングを持つと、うん、低く出すぎちゃって、うん、その辺の土手当たっちゃったりするんですよ。うん、はい、うん、土手にドーンって当たって逆に行かない。うん、はい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 。で58でも、うん、ある程度打っていけばこのクラブのおかげで球の高さも出て、うん、なおかつ転がしにくいという、転がって、よし、もう一石二鳥と言って過言じゃないですね。じゃあ見せてもらおう。わかりました。はい、お願いします。いきます。はい、いやー、ナイス。どうすか、どうすか、どうすか。なんか調子いいっすね、今日。調子いいね。めっちゃうまいんだけど。こういうことなんですよ。あ、そうなんだ。はい。気をつけてることないんでしょ、別に。今のは気をつけることです、さっきの。そうなんだ。そうなんです。これを逆に、この52を僕持つと、なんていうんですかね、低く出すぎちゃうんじゃないかと思って。あ、そうなんだ。もう思ってるだけでしょ、でも。そう、思ってる。ちょっと一発打ってみますか。いいよ。うん。いや、52じゃなくてさ、はい、まっちゃん、U とか入ってんじゃん、50度の。なんで知ってるんですか。いや、見たから。ここにあるんですよ。はい。これ僕の U ですね。いや、それ僕が入れた U なんですけど。U で。U。うん。へい、U ですね。はい、つまんないっすね。じゃあ、U で。はい。50度のね、ウェッジ。ちょっとソール広い。ウェッジがね。そうですね。優しいですけど、うん。ちょっと行きます。はい。の方がやったでしょ。俺の方が。よったよね。いや、まっちゃんさ。はい。俺は、まあ、まっちゃんは58なんだけど。はい。俺は、こういう時はもう U とか使うのよ。え、U なんすか、うん、ちょっと、俺やるか見てて。もう終わりっすか、僕ら。もう終わりだよ。これまっちゃんの U ってさ。まあ、俺の U なんだけど。で、僕の U っすよ。U だけど。はい。やっぱりさ、これ、僕が気をつけてることでいいですか？皆さんにおすすめする。おすすめ、はい。うん、これ、ライが悪いとして、はい。まあ、チャックリとか気になるんですけど、はいはいはい。一番やっちゃいけないのが、まあ、ほんと、さっき言った、まあ、チャックリで、まあ、そこ、土手とかね。そうですよね。うん、この辺も乗ら、ほんと乗らなかった時とか。うん、で僕、さっき、ライがいい時は、あんまり U とか使わない、U とか、52までしか使わないって言ったんですけど、そうですよね。ライが悪い時とかは、はい。使うんですよ。あ、じゃあさっき嘘ついたんですね。いや、さっきライの言い時だから。ただ、ライが悪い時は、やっぱりロフトが立ってる方がいいの。ロフトが立ってる方が転がるから、はいはい、もう絶対転がるっていう安心感があるから、さっきも別の動画で言ったんですけど、バックスイングがちっちゃくなるんですよ。ああ、なるほど。確率が良くなる。はい、ちょっと一回いきます。一回お願いします。で、気をつけることはちょっとハンドアップにして、はい、先っぽ目で構えます。それでちょっと近くなるってことですね。うん、ちょっとよ見てみて、ここ真上から。真上からですか。うん、はい、そう、先っぽで構えて。難しいです、結構。はい、で、近く立つの。で、これなんで近く立つかっていうと、はい、離れれば離れるほど、はい、こう、軌道がフラットになって。あー、なるほど、そうですね。近く立てば、はい、アップライトになって。あー、そうそう、ボールがもっと捉えやすくなるってことですね。で、これ、奥だったら、はい、もうその手前の、
フェアウェイ、はい、それから転がしていくイメージです。あ、もうそう、あ、じゃあ直接グリーンには行かないですね。だってライが悪いから、はい、とりあえず乗って2パットでいいよね。ああ、そうか。じゃあ僕みたいに2回で上がろうなんていう、そう、そこまで思ってないのよ。ここに外したら自分が悪いから。なるほど、謙虚っすね。ゴロ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 、まあ、あれだったらさ、まあワンピン近い近い、まあ、まあまあ近いね。近いですね。でもこれだったら、はい、皆さんにもできると思うんですよね。確かに優しい、簡単っすね。まっちゃん天才じゃん。僕天才ですから。天才だからできるんだけど、はい、やっぱり普通の人っていうか一般の人はアベレージぐらいの人は、はい、やっておいて転がしていこう。簡単だと思うんですよ。なるほどなるほどなるほど。だからそういうふうにあのアプローチ、はい、なんかワッコさんのが、うん、うまいのに、うん、優しくやってますね。優しくやるよね、はい、だからんなんて言ったろう、保険をかけてるの、いっぱい。保険屋さんなんですね。保険かけてるわけよ。はい。その、紙一重でうまくいってピタって寄ってもいいんだけど、はい。やっぱりある程度、ダボっちゃいけないし、はい。その辺も、ちょっと考えるから、保険をかけながらゴルフしてるって感じかな。ああ、うん。僕みたいに、うん、もううまくなんか打って寄せようなんて思っちゃいけないってことですね。まあ、そうだね。めちゃめちゃ練習しないといけないね。あうん、だからまずはやっぱり自分にできることをチェックしてやることが大事だ。なるほど。じゃあ僕はちょっとそう背が小さいのに背伸びしちゃってるですね。背伸びしちゃってる。もうなんか気持ち185センチなんですよ。気持ちだけね。はい、まあ、実際158なんですけど。あ、枕しちゃった。枕しちゃいました。あ、でもライの悪い打ち方はこうかな。なるほどなるほど。なんかハザードがあったら、はい、もうあの諦めます。ああ、うん、和子さんも諦めるときあるんですね。諦める。もうここに外したのが悪いから。あ、そさっき言ってましたもんね。そこに外したことを反省するとですね。そうそうそう。だからよっぽどロングアイアンとかだとしょうがないよ。はい。でもショートアイアンとかでもしこういうとこ外したら、はい、もうそれは自分が悪いから、ああ、ちょっと気持ちを切り替えていかないと。はい、うん、なるほど。そうそういう感じですかね。なんか本当に毎回毎回あれですけど、うん、勉強になるですね。和子さんのなんか。まあそうだね。はい。まあだから、まだね、僕なんか、まあもっと上手な人いっぱいいるけど、そうですね。そうですね。いっぱいいるね。はい。いっぱいいるけど、まあ僕ぐらいのレベルでも、まあ、なるべくこう優しく考えてると、ね。なんかもう上手い人の方が考えてるんですね。上手い人の方が考えてる。考えてないように見えますけどね。考えてないように見えるけど、うん、やっぱりいろんなクラブ駆使してさ、やってるから。なるほど。僕みたいにもう58を使って1本だけでカッコつけてる場合じゃないですね。そうだね。グリーン周り58度しか持っていかないとかはないからね。下2本つってキャリーさんにお願いしたりして。どうですか、僕はもう58でって言っちゃうんですけどね。できるからね、いいけど。そう、できちゃうんでね。で、ライの悪いけどじゃあそんなもんかな。わかりました、はい。ちょっとまた一つ教えてほしいとこあるんで、はい、ちょっとそこもまたいいですか。そうだね。はい。一回別で撮りましょうか。わかりました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。